清純羊羹クリーブランドだ。あの対戦では妹たちと、まあ妹たちと一緒に結構活躍したんだぞ。今回は特殊兵装を装備して歌の力で戦ってみせる。清純羊羹クリーブランド参上だ。本当はこういうの詳しくないけど、まあやるからにはノリよくみんなに付き合うぜ。指揮官も応援よろしく。みんな楽しんでる？うん、これはいける。あ、指揮官今自主練やってたところだ。ライブに大事なのは自信。自分が輝けると思ってこそ輝く。うんうん、これすごくかっこいいこと言った気がする。へへ、私のダイナマイトペースについてこれるのかな、なんてな。ダウンズのやつ結構面白いこと言うじゃん。ま、今までも何度かみんなの前で歌う機会があったからな、緊張はしないぜ。それにメインボーカルやってるわけじゃないんだしさ。モントピリア、デンバー、その格好はどうなのさ。恥ずかしいからやめろ。バーミンガムまでそんなもの振り回さなくていいから。握手会の練習もしないとな。指揮官、手伝ってくれるか。指揮官、私は今アイドルやってるよ。設定的にオファーじゃなくてミッションだ。早く片付けよう。ミッションコンプリート。そろそろオファーを考えないとな。新しいメールだ。だから私宛てじゃなくて指揮官宛てだよ。もう、ああお疲れ。楽屋なら空いてるよ。執務室まで遠いならそこを使ってもいいぜ。軍事委託完了。指揮官、みんなのスケジュールをおろそかにしてはダメだぞ。レッスンの成果だな。ライトオン、戦闘開始。よし、次の相手はドイツだ。コロンビアたちにはこんな姿見せられないな。ハイテンションで行こう。最後まで叩き続ける。すまん、こっちはいろいろ忙しいんだ。そっちに構ってはいられないよ。艦隊のアイドルが一人、クリーブランドだ。よろしくね、指揮官。趣味は盆栽って渋すぎないかな。ありかな。ああ、わからない。指揮官、この自己紹介はどう書けばいい？コロンビアのやつ、こういうのに一番詳しいから相談したら、まさかプロフの5割が嘘なんて。指揮官がいてくれてよかったよ。じゃなきゃどんだけ恥ずかしいのさ。指揮官には本当にいろいろ助けられた。私、こういうのを本当によくわからなくて、こうしてステージで輝けるなんて思いもしなかった。指揮官、やっぱり私たちの相性は最高だ。アイドルは恋愛禁止のところもあるって聞いたけど、まあ私たちは違うんだよね。というわけで指揮官、これからはお互いによろしくな。